これも Google は判断基準をの中に入れてます。まあでなんで今までは SEO っていうものにコピーライター関係なかったのに、急にじゃあ今はコピーライター SEO がね、関係してくるのかっていうことを話していくわけなんですけれども、それどうしてかっていうと、Google がすごく賢くなったんですね。昔は Google がそのバカなわけじゃないですよ。 Google やってる人たち、この検索エンジンのその何を上位表示するかとかっていうのを研究してる人たちはすごく天才です。もう世界中の天才なんですね。でそれが最初は少ない人数だったんですけど、最近はやっぱりすごいでっかい会社になってるからっていうか、ウェブで言うと世界で一番でかい会社なんですよ、おそらく。僕は知らないかもしれないです。だからもう世界でトップクラスの天才たちがすごい数集まって、有益なサイトを上位表示するための戦略を日々練ってるんですよ、ずっとずっと。だからどういうことかっていうと、昔は少しアホやったんですね、そのシステムが。こっちが騙せたんです、 SEO。 だからよく昔聞いてるのは、なんかそのリンク数増やしたらいいですよとか、だからページ行ってみたらキーワードだけあって記事何もない記事とかね、昔はあったんですよ。今はもう見ることないと思います、ほとんど。なんで実は昔の SEO 対策っていうのは、その Google を騙すっていう SEO 対策で市場が大きくなってきたんですね。でも今はもう Google の方が天才になってしまったから、もう Google を騙すことが、ね、できなくなったんです。全くできなくなったんです。まあ事前学習のやつも書いてったと思うんですけれども、だから実はこれからは素晴らしい記事、見る相手に対してその検索したキーワードとぴったりな記事で、そしてその記事の内容もすごくいい、見る人にとってすごく価値があるものが上位表示される仕組みを Google がもう構築してしまったんですね。だから SEO で上位表示しようと思ったら、もうそれをするしかないんですよ。素晴らしい記事を書くしかないんですね。だからここは技術者云々じゃなくて、地道に記事を書くことができる人がすごく重要になってきたわけです。なんでここはね、まあもちろん内容を読んでもらったら分かる、まあ、セールスライターっていうよりは、なんていうかな、Google に対策、まあ有益なコンテンツをやるときに重要なのは、読んでもらい続けることができる記事を書けないといけないんですけどね、そこがまあポイントになってくるわけなんですけれども、まあそういった感じ、まあ、技術的なことはねまた別のところでお話しするんですけど、結局はこういった感じで市場が移り変わってた。昔 SEO 対策っていうのは本当に技術者たちが、まあ、Google を騙すっていうのが SEO 対策の王道やったわけなんですけど、今それがもう全く通用しません。それは何でかって言ったら Google が賢くなったからですね。そして今後も Google の方がバカになることはありえないわけですよ。なんでかって言ったら、世界中のウェブの天才たちが集まるところが Google であって、それに一人で太刀打ちできるわけないんですよ。だって一番大きい会社ですからね、 IT の世界の。だから今後はもう確実に有益なコンテンツを上げることができたサイトが、もうそれが SEO 対策なんですよ。だから今はこれ技術者の仕事がまるっと本当に記事を書くっていう市場に変わるわけですね。でこれ何がすごいかって言ったら、市場がガラ空きなんですよ。これを書ける人がいないからです。有益な、あまり見たことないでしょ、セミナーの講座とかで有益なコンテンツを書くとか言って。で、あまり売ってないんですね。それなんでかって言ったら、有益なコンテンツ書き始めれても普通仕事がないからです。そんな SEO 対策会社が売れないんですよ、制作会社が。 SEO 対策っていうことをだって上がるかどうか分かんないんですよ、実は。なんで皆さんに見てもらったところの会社が、まあそれをすごくやってるわけなんですけれども。